はいこん今日はですねディベート入門講座ということで皆さんと一緒に、えー、シナリオ方式のディベートという形で、まあ、最初のところをやっていこうと思います、えー、皆さんに最初にお伺いしたいんですが、えー、ディベートのですね経験というかそういうものをちょっと確認しておきたいと思います見たことがあるやったことがある指導したことがある まあ、なかなか指導したことある人いないかもしれませんが、一応確認しておきます、えー。見たことがある方、お願いします。やったことがある。指導したことがある。約一分いるかいないかですけれども、まあ、今日はですね、本当にあの、入り口の入り口ですので。全くやったことない方たち、えー、ぜひ安心してやってください。では、次のページをめ、めくってください。この講座の目的ですね、書いてあります。三つあります。 1>, 1つ目が簡単にディベートの理論に触れるということですね、えー、まあ、ディベートの理論やりだすとですね、それこそ本1冊2冊かけてしまうぐらいいやもっとあるかと思いますがものすごくありますので今日は本当に簡単に触れるということで進めたいと思います2つ目です中学校の国語の教科書にある論題を使ってシナリオディベートを体験すると書いてあります 最近では中学校の国語の教科書全教科書に載っていますディベートがですねまたは社会科公民の教科書にも載っていますですので、まあ、かなり普及してきたんではないかと思いますがそこにある中学校のの教科書の論題を使ってやります3つ目シナリオを改良して自分の意見を盛り込んだディベートを体験するこれが今日の午後にある部分ですね。 皆さんで少しシナリオを変えてもらおうということです。まあ、詳しくは後ほどお話ししますが、この講座はこの3つの目的を達成するためにやっていこうと思っております。次に行きましょう。